ディディエール四角ガタは、昆虫甲甲虫目クワガタムシ,かシカ四角ガタ族の一種。また、四角ガタ族最大種である。四角ガタ族の中では、最大のクワガタムシ。和名で赤身トゲ四角ガタと言われている。二股クワガタ族と違いメスの体格は、オスよりもはるかに小さいということはない。その証拠に、40ミリメートル前後あるメスも、確認されている。 飼育下では4 0ト、mm、ルを超える個体が出ている。オス同様に、節部が、ほのかに赤くなる。マレー半島、キャメロンハイランド、ゲンティンハイランド野外産の流通は、クワガタムシの中ではかなり少ない方ではあるが、四角ガタ族では、人気種、スペキオスシカ四角ガタと並ぶほど多い方である。ブリード個体の流通は、とても多い。オスは、気性が荒いものの、 喧嘩が長引くのを嫌うらしく、組み合ってすぐに決着がつかないと自分から退散してしまう。そのため、校中相撲では相手が逃げ虫でない限り負け扱いになることが多い。また、よく飛行する。メスに対しては凶暴なため後輩時にメスを殺さないよう注意が必要。成熟したオスはよく飛翔し、メスを求めて活動する。現地では光に集まることが知られており、 東日ではよく採集できる。しかし、最近では、現地が、観光地化しているため、年々個体数が、減少傾向にある。以下の記載によるものか。M.O. でリール、ドゥージエムノートシュールケルックコレオプテラルカナイデイ、ヌーボーウプコニュー。レビュー、スイスデズラジー、成長度合いによって、個体差があるが、斜め上後方に、約5度斜め外側に。 約10度に1センチメートル伸びた後、折れ曲がって、下と内側へこう描き伸びる。ありがとうございます。